レンゲンフェルトは、オーストリア共和国チロル州、イムスト郡に位置する、基礎自治体。イムスト郡の郡庁所在地である、イムストの南東 25km に位置し、インスブルックから自動車で、約50分、エッツタールのほぼ中央にある。面積 195.8km 平方メートルの中に21の村落があり、4333人が暮らす、エッツタール最大の基礎自治体である。 中心集落のレンゲンフェルトはフィッシュ川によって南北に分断され、道川はエッツタール川に注ぐ。フィッシュ川とエッツタール川の合流点付近にはオートキャンプ場、温水プール、サッカー場、陶器はスケート場に転用されるテニスコートなどスポーツ施設が集積する。グリースには小規模なスキー場がある。景観に配慮し、鉄筋コンクリートの都市的。 集合住宅建設禁止や電線地中化、下水道整備などがなされている。観光地、ゼルデンに隣接し、宿泊拠点として発展した。宿泊施設は1855年時点では1件に、過ぎなかったが、1976年に157件、1998年に421件に、増加した。また、宿泊客数も1965。 1966年の16万人から1988、1989年の46万人に増加したものの1990年代からは前減傾向にある。宿泊施設の経営者はすべてレンゲンフェルトの住民であり、ほぼすべてが個人経営である。自治体の主な収入源は観光産業である。下記は登山。 ハイキング、陶器はスキーを目的とした観光客が多く、春と秋の観光客は少ない。農家もあるムでの遺木を行う畜産業の傍ら、宿泊業、スキー学校経営、商店経営などの観光産業にこと維持している。1303年の建築である後期、ゴシックバロック様式の教会がある。自治体内に温泉やプール、ホテルなどがある複合施設、 アクアドームを有する。16世紀にはすでに温泉地として確立していたが、その後湯がかれ、1986年2800メートルのボーリングで源泉を掘り当て、再生した。ありがとうございます。